はい、おはようございます。マンシャツくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、上等トレーナーに初代ポケモンの強さを分からしてやったニドランオスバージョンで続きやっていきましょう。まあ、タンバちゃん、タンバちゃん、みかんちゃんと混ざった。タンバと、アサギね、先でもよかったんですけど、どうしてもこれをやりたくなってしまった。いきましょう。目覚めるパワー。はい。購買。なるほど。ああ、吸収。うん、弱くね。弱そうだぞ。あの、特殊技だな、多分。まあ、ちょっとまあ、強いな。あ、で、頭突きにね、角で作ると変わってます。頭突きが、はい。ああ、まあ、急所と同じくらい与えたね。危な。頭突きってことは威力30前後じゃないのこれ。大丈夫？めっちゃ弱くない？ハズレ引いたな、多分。あ、急所ラッキー。特攻と攻撃の差がちょっとわかんないからあれだけど、まあ、特殊の威力40ちょいぐらいな可能性はあるよね。あ、物理だったら終わってんなーって感じだけど、特殊で等倍ということは、氷草ぐらい。氷か草じゃないこれ多分。確認しよう。はい、今回も、あ、今日は横向いてる。あいつなぁ。かわいそうだよなぁ。あ、そう、特攻と特防の差が 1.3 倍ぐらいあったんで、まあ、やっぱ多分、さすがに特殊技だよ。あと、エスパータイプもありえるか。エスパー、氷、草かな、多分。そう信じています。ここで明らかになるでしょう。まず、スリープで確認ができる。まあでも正直、あんまね、どのタイプだろうが、二度キングになったら変わってしまう。今一つ、エスパーでしょうね、ほぼ。まあワンチャン格闘がある。格闘はないか、間違えた。アック。アックじゃないわ。いやいや、もう、エスパーか。エスパーですね。エスパータイプ使えるニドキングっておもろいな、結構。あの、エスパータイプの技ってさ、金銀であんま重宝されないよね。うん。なんかあんま使いどころないよね。冷静に。なんでだろう。え、うん、なんかあれだね、お使い勝手悪いな。うん、まあ、ここのロケット弾戦で楽に倒せるぐらい。で、他の技でもいいし、一応確認しておきましょうか。抜群のはずです。はい、ですね。まあ、エスパーでしょう。まあ、ズバッと16レベルぐらいは倒せるエスパーの威力と、まあ40ぐらいだろうね。どうする、ベトベター倒せなかったら。はい。まあ、ここ今回のパートはさ、もうほぼほぼロケット弾なんで、まあ良かったね。まあこの段階で、まあ、悪くないね、エスパー。どうせ忘れさせるとはいえ、まだニドキングにはなれないわけなんでね。それまでの間で使わせていただきましょう。まあ忘れさせた毒針で戦うよりはね、まだマシだと思って使っていきたいと思います。そしたらもう長寿ジムからね、行っちゃいましょうかね。はい、ということで長寿ジム行きましょう。ね、今日水曜であの黒帯をねもらえたんで一応持たせてます。黒帯二度家入でね、柳さんぶっ倒しちゃおうかな。目覚まそういえばね、意外と、うん、パイハナとかも一撃倒せたから、まあ、悪くなかったですよ。でもここはさすがに頭突きか。暗いな。頭突きって、角で突くの代わりに覚えさせたけど、突きでも実際角で突いてるよね。あー、素早さ下がった。あー、だから絶対下がんなきゃ。
忘れたけど。わかんないこと結構あるんだよ。能力はこんな感じ。でね、まだ月の石買ってきてくれないんですよ、ママンが。ママン、あー、先生取れないくなった。凍える風よくないな。頭突きの意味が全くない。暗い。どう？あー。いや、てか、井戸切り抜群か。え？水氷だよね。73から、うん。はい。いいじゃん。倒すのでは？オッケー。マンブーは、このマンブーってなんか、ろくなはずないよね。普通に突っ込んでも勝てんのかな？なんか、吹雪あったっけ？なんかあんま覚えてない。乱れ突きしかしてこないイメージ。はい。で、あ、ほら、乱れ突き。あ、でも36で乱れ突きね、覚えようと試みてたけど、お気に入りがね。ちょっと卑猥すぎて覚えさせるのをやめときました。2回切るだけにしておこう。はい。こんな感じで。柳さんお疲れ。たら、この後は、あ、あれか。そろそろ月の石マジ欲しいな。結局、前回と同じぐらいっていうか、前回より遅くなる可能性すらある。やっぱ値段で決まってんのかな、これ。なことある。電話来ないね。まあ、そしたら、丹波か。丹波行きましょう。はい。そしたら丹波ジムね、行きましょう。それではここでもメザパー使えるのか。特防が高いから、あーって感じ。川エビはね、どっちの方がいいんだろう。まあ、とりあえず頭突きで行きましょうか。はい。ついてついてつきまくろうと思います。あー残念、ひるんだ。今日も調子いいぜ。ひるみだけは自信あります。 30% か。地上で 30% って何があるんだ。あんまないよね。例えば今日さ、本当は休みだったんですけど、社員のね、もう、人がね、インフルエンザになっちゃって、まあ、休み変わったんですけどね。まあ、飲食店ってそういうとこクソだよな。うん。いや、わかんない。他の職種がどうかわかんないんですけど。もうなんか、結局、人がさ、人がいないと営業ができないから、働かざるを得ないっていうね。いや、でもどうなんだろう、他の職種って。まあまあ、仕事が、周りの人仕事が増えたり、仕事が、あ、間違えた。溜まったりはするけど、代わりに出勤するとかはあんまないような気するけど。倒せてないの？マジか。そっか。泥にまみれて倒しちゃおう。かわいそう。全然意味ないけど泥かけで倒した。例えば、ここに来る途中に、お母さんから電話が来たんだけどさ、あのポケモンの世界の話ね。ぬいぐるみ買っちゃったごめんねが来ました、ね。一番いらないやつ。まあ、でも当時はカビゴンの人形をね、ベッドの代わりかなんかに置けたの楽しかったな。欲しくてしょうがなかったな。誰かが手に入れてるのを見て、うわ、俺もさ、それ欲しいなーってなって、手に入った時嬉しかったの覚えてんな。カビゴンとラプラスあったよね、確か。あれ？ああ。怪力覚えさせるの忘れてましたね。で、あと地味に、メザッパでゴーリキ倒せなかったな。まあ、やっぱあんま強くないんでしょうね。まあ、特攻がそんな高くないからな。ここクリアする。でもここクリアする頃に、ああ、でもじゃねえな。手に入ってほしいな、月の石。みかんちゃん戦、ね。
イカンちゃん戦なんかもうニューキングだったら炎のパンチで余裕だもんな。感触パンチ覚えさせてもいいぐらい。今のこの、あら、俺二度送りの時どうしたっけ技。冷凍パンチは覚えてるけど、冷凍パンチ、雷パンチだったっけ。まあ、みかん過ぎたら炎のパンチいらんもん。今日ぐらいでしか使えないもん。ホコリザルは、どうですか。はい。あー、倒せない。そうだなー、そう、インフルエンザね。これ、推定、そう、インフルエンザとかでもさ、なんなら、働かざるを得ない時とかあるかな。うん、昔はね、今は、全然、あれだけど。まあ、全然、あれ。自分で休むかどうか決めるから、休めるけどさ、昔はなぁ、まあ、上司に言いづらくてね、休めなかったよな。これ推定インフルエンザの時に、まあ、働いたんですけど、もうずっと寒くて、背中の寒気がすごくてさ、焼き鳥焼いてクソ暑いのに、あの緊張炭で焼いてたから、暑いはずなのにずっと寒くて、帰ってもなんか寝れねえし気持ち悪いし最悪だったの。3日ぐらい続いたみたい。今でも覚えてる、あれは。ほんで治ったと思ったら、一緒に働いてた社員がインフルエンザになってすごい連勤になったっていうね。最低だったな。結局ね、自分がそう食らうよ。あ、ヒロンだ。上司の人とかもさ、休まない、あ、急所、ひるめ、あー残念。休まない、俺すげー、あ、俺じゃないよ。上司の人がね。なんか全然、いや、俺はほとんど休んだことないんだよね、みたいなドヤ顔で俺に言ってたんですけど、なんかすごい体調悪そうで、もう使えもんになんねえなって思って、もう今日帰って休んでいいですよって言ったら嬉しそうに帰ってったのを未だに忘れられない。こんなもんですよね、人なんてね。まあやっぱ人に厳しくて自分に甘い人が多いからな。俺は自分にも人にも甘いけど、どっちがいいんですかね。厳しさはないとね、話になんない時あるけどね。はい、そしたらみかんちゃん戦ね、行きましょう。白ブダちゃん、俺はみかんちゃんにはね、激甘で行きたいよ。甘やかしちゃうよな。うーん、女の子って甘やかしちゃうよな。女の子甘やかすのもいいんだけど、いじるのも好きなんだよな。はい、めっちゃ与えるじゃん。二度蹴りには二度蹴り強えよな。冷静に考えて威力30で2回蹴る、だよね多分。12レベルで威力60の技って結構チート級に強い気がするんだけど、まあ、チート級はあれか。言い過ぎだけどさ、ピカチュウなんか20何レベルで10万ボルト覚えたから、あれこそチート級だったの。ほら、この2メ、うわー、そっかだよね。こいつ2メーター何センチあるんだよね確か。どこ蹴ってんだろう。2メートルもある相手のどこを蹴るんだろう。めっちゃ食らう。防御下がったら負けやん。泥かけですねこれは。やっぱここでね、火の技欲しいよね。当たるんだよねこれ。命中75の4分の3ってことは50ちょいでしょ。じゃあ当たっても普通か。まあ55ね、継続 55% ね。まあ3回継続したら嬉しいなぐらいですよね。つまり次は当たらない、当たるはずがない。よし、もう一回泥かけしよう。
一気に土蹴りで倒せる。まあすごい傷薬でもまあドンマイ。やめろよ。おい。当たるなって。命中 30% ぐらいだろ。ああまあそうよね。この鋼のアイアンテールはマジで当たるよな。さすがにこれよりメザパの方が与えることはないよね。ちょっと見たいな、でも。はい。まあ、特防が低いからね。はい。すいませんでした。ああ、当たっちゃった。まあ、防御下がったら終わりなのに、ほぼ。まあ、終わりでもないけど。51ダメ。すごいけど、それ2回あったよな、確か。はい。あ、よし。1回だっけ?やりましたよくあの巨体を2回蹴るだけで倒したもんだ。さすがおきに、偉い、好き。そしてみかんちゃんも可愛い。やっぱ可愛いな。ワンピース似合う女の子可愛いよな。うん。とてもそう思う。可愛らしいよな。スカート、うん、スカートがいいよね。最近街中歩いてる人の露出が増えてきて、とても嬉しい。すいませんが見てます。はい、ということでライバル戦行きましょう。みかんちゃん戦終わってから2日も経っちゃった。なんか音楽めっちゃ変じゃない?あー、俺もしかしたら設定であれかも。ステレオからモノラルだっけ、わかんない、2回ちゃったかも。変えるとなんか変な感じになるの思い出した。聞き慣れない、気持ち悪いの、なんか。すいません。でもやります。なんかすごい変だね。なんだろう、片耳で聞いてるからかな。まあいいや。そういえばニドリーナの時さ、あのね、なんだっけ、あの幹部?ドガース大爆発してくる幹部で何回かやられちゃったんだけど、今回はね、このメザッパがエスパーのおかげで、ドガースは一撃だったんでね。うん。なんか、順調です。ここで46ぐらいになってた気がするんだけどな。46といえば、46で確か角ドリル覚えるからさ、あれだな。結局、もっと早く、木の石手に入ると思ったら手に入んないから、角ドリル。まあ、あったらあったで使ってもいいんだけど。レッド戦でまあ、カビゴンぐらいに使ってもいいかなって感じだよね。眠らした後で。まあ、眠らせる前でもいいか。まあ、ちょっと考え、考慮の一つに入っちゃうな、このままだと。ニューラね。なんか結局なー、ここでニドキングじゃないから、ここでニドキングじゃないっていうか、そもそも、息吹までですら手に入んない可能性すらあるからな。登場の滝でゲットするという羽目になりそう。44。うん。ニドリーナの時も言ったけど、ニドリーノを44まで育てる人っていいのかな、わざわざ。あ、まあ、角ドリル欲しかったら育てるか。でも角ドリル欲しかったら、ニドランで30何レベルで覚えさせた方が早いもんね。あんまいないだろうな。明らかに陰部に頭突きしている。あ、急所ね。ひるめ。あ、すごい。急所ひるみな。急所ひるみってめっちゃ嬉しいよね。今日も調子いいな。音楽やっぱ変。すぐ変えますね。最強のポケモン揃えたって言ってるけど、オーダイルを選んだのは実質俺だからね。うん。はい。最強になるって夢が、最強になるのが夢なんだ。最強の定義考えなきゃ夢叶わないけど。はい、ということでね、ラジオとカードキー取ったとこから行きましょうかね。まあ、たまにはね、俺の大好きな、このアホの子との戦闘も行こうかな。短くなっちゃいそうなんでね。まあ、前回までの覚えてないけど、あんまり。
どんぐらいやったか。長かったらごめんなさい。まあ、ダベリ会ですね。こないだね、略語の話になったんですよ。皆さん、火加減ってわかります？火加減。ああ、で、その通りで覚えました。忘れてた。非常位の木に、思いつかないな。火曜日の火に、ゲップの下に、から始まる言葉ない。んぬぱですね。風来の試練64に出てくるんぬぱの、加減ね。この間、気加減ですよねって言われて、何それってなったんですけど、なんか期間限定の略が気加減らしいですよ。でもこれ、周りのその19歳の子が言ってたんですけど、周りの19歳の子に聞いても何それって言ってたんで、その子の、なんか、小さなコミュニティの中で伝わる略語なのかなとか思ったりしたんですけど、最近の略語は本当どんどん省略されてますよね。加減ってって言った。加減って略すとこ変じゃないですか。期間限定、まあそうね、まあ略すとなったらそうか、期限でいいじゃんって言ったらちょっと受けましたけど、これじゃあ意味変わっちゃいますよねってマジレスされましたね。だからさ、そう、まあ略語ね、一時期了解とか言うのりっていうの流行ってたけど、もうそれ古いらしいです。結構前に古いって言われました。やめてー。だから最近りょって言うようにしてるんですけど、りょはなんか古いって言われないんで。りょといえばさ、この間アルバイトがね、受験勉強に集中したいので今月いっぱいでやめたいですって言われたんです。まあ嘘なんですけど絶対。まあ嘘か分かんないけどね。それに対して、俺が言った言葉は、ぴょでした。はい。でさ、俺その話をみんなにしたんですよ。俺が辞めるって言われて返した言葉は何でしょうみたいな問題を出しながらね。まあ正解はりょですって言ったんだ。りょですって言ったんですけど。で、かるって言われたんです。理由とか聞かないんですかって言われたんです。まあ理由は言われてたんであれですけど、こうはしょって話したから聞かれたりしたんですけど、バイトが辞める時の理由なんて聞く必要あるって思っちゃうんだけど、どうなんだ。聞いたところで何も起きなくないですか。なんかね、たところで何が起きるんだろうとしか思わなくて、だいたい辞めるって言われたら分かったとかぴょとかしか言わないんですけど、何かを辞める時の理由なんか嫌だ以外なくないですか。何かに不満がある以外ないですよね。まあ、例えば大学卒業とか高校卒業までいたら、まあそれは、何の理由も、なんて言うんだ。普通に通いづらいからとかあると思うけど、途中で辞めるのはもう、やだ以外ないでしょ。いや、まあ本当に受験勉強に集中するのかもしれないですけどね。高3になりたての子ですけど、まあどうなんですかね。
まあ聞く意味はないなって思いますよね。スノドリルはまだ取っときますよ。息吹にね、食らわしてやるんだから俺は。うん、で、そういう話をしてたら、まあ、シャチくんさんって、なんか効率的に生きてますよねって言われましたね。それ意味あるの?みたいなことずっと言ってたら。こんな社畜みたいな場所で働いてる俺が効率的だったらとても思えないなって思いながら、愛想笑いだけしましたけど。まあでもどう、効率的ねっていうか、あんま疲れたくないからさ、いろいろはしょっちゃうんですよね、普段。まあそんな感じで、また人員がね、枯渇してますよ。はい、ということでね、息吹戦いきましょう。いつもはね、戦わないこいつ、戦ってお金稼いだのに、マーマンは月の石買ってきてくれませんでした。イドリーノでいきます。結局じゃあ運か、あれ運なんだね。イドリーノの時より多分トレーナー倒したと思うんだよな。なのに買ってくれないってことはランダムなのか。どうしよっかな。まあ頭突きやるしかないんですけどね。おれい、ひるませればいいだけ。冷凍パンチで簡単だったのに。あー、やったー。やったぜ。ひるまなくても避ければいいだけなんだから。オッケー、おいで。白竜ね。まあ白竜白竜白竜だけど、はい、昼3回は出せよ。あーったー、さすがにね、さすがにマヒはやばい。あー10万ボルトか。まあでもここ、まあ二度クイーンの時も多分思ってたとか言ってたよ、急所けど、実際キングドラ相手だったらね、抜群取られない二度リードの方がいい説もあるよな。まあ良かったと思いましょう。続き、まあ、できれば HP 満タン、まあ、82は受けないんじゃないかな。波乗りと破壊光線、破壊光線はワンチャン受けるか。あ、違うわ、波乗りも変わんねえのか、威力ちょっと低いぐらいか。まあなんで、まあ、攻撃100いったよ。ニドリーノで100いくんだ、49レベルで。まあでもここはね、ひるみを1回しか取ってない。頭突きは6発使っているってことは 30% は引ける。はい、あーはっ、あー負けたらどうしよう。キングドラってなんか口めちゃくちゃ長いな。あー、まあ大丈夫ね。で、あ、波乗りね、破壊光線がいいな。どんぐらい、あの待って、さっきダメージわかんないな。80、あ、80、70受けたらダメなのか。え63。当てればいいだけ。あーやばいぞ。これワンチャン、乱数で負けるぐらいのダメージあるかな。63はさすがにないか。ないよね。よし。そろそろ当ててほしいな。っていうか、頭突きでよかったな、これなら。頭突きの方が絶対いいよね。でもせっかく覚えた角ドリル使わないのもなっていう気持ちになっちゃうよね。はい。思ったよりついてるわ。高速ピストンやる。こんなだったっけ、こんなグサグサ刺したっけ。ドリル感全然ねえけど、めちゃくちゃ残酷な刺し方してたな。はい、まあそんな感じでね、今回はこの辺りで終わりにしようかな。うん、まあ二度キングってか、まだくれないわ。まあ次回登場の滝で月の指定に入るので、うん、こっからバババンと進むでしょう。はい、こんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。